散りばめられてるのを気づいたほら主人公が史上に歯向かうシーンとかえへー詳しいんだねこらあかりちゃんあっちゃんまたやっちゃった知識があると思われたいっていう自意識が透けて見えてるぞ相手より優位に立たなきゃコミュニケーションが取れないのあかりちゃんの悪い癖だよう、えー正論かもしれないけど突き刺さるよーなにこれあのあかりちゃんその人はお姉さんあ違うのこの公園で一人だった私に話しかけてくれてコミュニケーションを教えてくれてる萌いこ先生そそうなんだ どうしたしに私に友達ができないのってコミュニケーションの問題じゃなくて先生のせいな気がするんですえあのもう私は大丈夫なんで関わらないでください今までありがとうございましたえあかりちゃん今からうちであげるみようようん行こう行こうああれ3組の岸田萌子じゃねほんとだ学校でいつも1人の岸田萌子だ。こだほら萌子ちゃんどうしてあかりちゃんとうまくいかなかったかわかるまた相手より優位に立ってコミュニケーション取ろうとしたでしょうそれじゃダメでしょたけみ先生すいませんつい全く でも安心して先生はいつでもあなたの友達だからね。